チャロブラ。ナマステ、どうもチャロブラなんちゃんです。チャロブです。はい、今はあのコンノートプレイスっていうところに来てるんですけど、はい、なんかすっげー面白いところがあるらしくて、はい、ちょっと今日はそこに行ってみようと思ってます。すごい面白いってどんなとこなんですか？なんかね、あの聞く話によるとファイヤーパンって言うんだけど、ファイヤーパン、そう、ファイヤーが火でパンが紙タバコ、だから火のついた紙タバコを食べるみたいな、それが結構有名だから、うん、本当にあるのかっていうのを含めて行ってみようかなと、うん、行きましょう。ではチャロ。はい、ということで、今はコンノートプレイスのブロック D の部分を歩いてるんですけど、ちょうどこの辺にあるらしくて、多分ね、あれなんですよ。ダダン、こちらです。ほら見て、ファイヤーパンダ、シュースキーパンダ、そのファイヤーパンダ、そうそう、あれか、そうそうそう、パン。じゃあちょっと早速やってみますか。お願いしますか。はい、Can I get a fire pump? How much is it? 40 rupees だって、70円ぐらいかな。これがアルコールの粉で、下に氷を入れてて、あ、もう来るわ。あ、来る。いや、もう来る、もう来る。これ結構勢い、はいはい、来るよ。やばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばい、まずまずまず。はいはいはい。OK。うえ。おお。これ赤？赤やつ。これダメだわ。え、どんな味がした？ちなみに甘い。いや、なんかね、甘いの？やばい。あ、これやばいわ。これ無理。何が無理だ。あー、気持ち悪い。生理的に無理。生理的に無理。マジでやばい。ちょっと勝負 やってよ。あ、やる。これはやってみよう。ちょっと、え、でも正直、そんなにまずくないでしょ。いや、やばいよ、マジで。ほんまに？あのね、うまいとかまずいとかそういうレベルじゃない、マジ。生理的になんか出しちゃう。そうなの？日本にこの味はないわ。ああ、そういう感じね。ちょっとだよ。じゃあ、行ってみるか。あ、やっぱ。これがだから上に氷を乗せて。これ氷ね。そう。氷を乗せて、アルコールの粉をこれ乗せて。アルコールの粉なの？で、これいちごシロップ、いちごシロップ乗せて、火をくるくるくる乗せる。はい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 。顔前に出して。あ、はい。大丈夫？どんな感じ？顔がやばいよ。顔やばい、顔やばい。大丈夫？いやけど頑張ったね。すげえ耐えたね。やばい。これやばいっしょ。どんな味？どんな味？なんかね、まず葉っぱやんね。周りの葉っぱに包んでるんで、で多分砂糖なのかな。そう。いちごシロップが入ってて。あ、そうそうそう。それが最初にガッて甘いのが来て。で、燃えてるんやけど、でも氷を乗せてるから、なんか冷たかったり熱かったりで。熱かったり、そう。いやー、すごいですねこれ。やばくない？え？ほんまにゲロ吐きそうです。はい、ということで、俺と翔吾ちょっとやってみたんですけど、はい、とりあえずまずい。噛めないもん俺。そうやね、マジで噛めなかったもん。なんちゃ一瞬やったもんね。一口噛んで、あ、無理と思って。ここコンノートプレイス あのゾーン D にはずっとあるんで、これ持ってるように見えるかもしれないけど、マジでこうだから、じゃあこの動画良かったなと思う人はぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします、はい、次の動画までやめましょう。チャロ、バイバーイ。
今日は見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしく。